比べると栄養はどうしても偏ってしまうんですけれども、今、用意しているものはドッグフードのゴリラワンみたいなものです。多く見えるんですけれども、ゴリラにとってはこれでも少ないものなので、フードを使って補給しています。で、野田さん、これがこのフードが結構大丈夫で、ゴリラのパワーにも耐えられるものですので、動物園では重宝されています。足腰がこちらも心配なので、まあできる限りの高いところを使って、どんなふうに食べるかとか、ぜひゆっくり見ていってください。それではお楽しみください。
Thank you.